ドネシアのジャカルタを拠点に活動するアイドルグループ、JKT48 の中川春香が、年内で JKT48、および AKB48 グループを卒業することを、27日に現地で行われたイベント、JKT48 リクエストアワー2016で発表しました。卒業後も帰国せず、現地に留まるということです。昨年5月に行われた、第2回 JKT48 選抜総選挙では、2位に食い込む人気者の突然の卒業発表に、ファンはどよめき、ステージのメンバーも号泣。終始、現地の言葉で丁寧に挨拶すると、会場には春香コールがこだましました。彼女は終演後、フォロワー数百万人を超す時、ミノツイッターでも、今日卒業発表をさせてもらいました。でも今年2016年までは JKT として活動しますと報告。私は本当インドネシアが大好きです。JKT48 の夢が叶うように、私も一生懸命最後まで頑張ります。これからも応援よろしくお願いしますと呼びかけました。中川は2006年12月、渡辺真由、柏木由紀らと共に、第3期 AKB48 追加メンバーオーディションに合格し、3期生として加入。2009年1月には、渡辺らと派生ユニット、渡り廊下走り隊として CD デビュー。12年11月、自らの意思で JKT48 に移籍しました。インドネシア語を使いこなし、昨年5月の第2回 JKT48 選抜総選挙では2位に食い込むなど、完全に馴染んでいて、昨年12月の AKB48 劇場10周年祭で、現地の CM に20本ほど出演していることも明かしていました。